レナード・ニモイ演じる、スポック・スポック、ミスター・スポックは、スター・トレックシリーズの登場人物である。バルカン人のエンタープライズ号技術主任兼副長。その後、同艦長を経て、連邦艦隊退役後は、父サレクと同じ大使の道に進む。さらにその後、ロミュランとバルカンの再統合運動をしていたが、ある事件をきっかけに過去にタイムワープ、その平行宇宙では、 バルカン性が失われたため、残されたバルカン民族再建のため働き、天寿を全うする。当初は厳格なバルカン人として振る舞い、地球人とのハーフであることや感情を指摘されることを嫌悪し拒絶するが、カーク、マッコイラとの交流と経験を通じて、自分の人間性を肯定的に扱えるように成長し、人間が使うような奇弁や嘘を操ることもできるようになった。彼とは、 対照的に行動的なカ学、ク、感情的なマッコイとは、友情で結ばれ、任務におけるカークからの信頼は厚い。マッコイとは軽口を叩き合う関係である。バルカン人は感情を完全に抑制し表情に出さず、また正当防衛員以外では他人に手をあげない、非暴力主義者だと設定されているが、得意技があり、片手で首から肩にかけて手を当てるだけで気絶させる、ネック。 マイナスピンチという技がある。だが、パイロット版や第1シーズンにおいては、設定が固まっておらず、スポックの喜怒哀楽や自分から暴力を振るうシーンが見られた。また、スポックに限らず、他のバルカン人でも、時折、感情を表に出してしまう描写がある。また、両手を顔に当てて、相手の心を読む、融合というリーディング能力がある。口癖は、船長。 それは非論理的です。魅惑的だなど。また、バルカン式挨拶である指の形は、初代スポックを演じるレナードにもいいが、発案者である。長寿と繁栄を、大劇中で最初に言ったのも、初代スポックである。艦隊での認識番号は、S179276ST。トスでの階級は、海軍少佐で、職務は一等航海士兼科学主任。 司令官用の金色の制服ではなく、科学、医療部門用の青の制服を着用する。劇場版、第1作と第2作の間に船長に昇進しているが、その数十年後の設定である、シンスタートレックには、バルカン大使として登場する。その後、ロミラン保守消失の事件で、宇宙船ごと、ブラックホールに飲み込まれ、過去の平行宇宙へ手に。その世界では、 母性バルカンの消滅とともに、多くの同胞が失われたため、新たな母性、ニューバルカンの候補を探し出すなど、余生をバルカン民族最高の仕事に捧げる。平行世界との若き旧友らとも交流を持ち、アドバイスを与えるなどし、若きスポックからも敬愛を受ける。賞罰は、バルカン母子科学名誉勲章、武勇勲章、宇宙艦隊司令官章2回受賞。 2230年にバルカン人の外交官のサレクを父に地球人の科学者のアマンダを母とし、また養姉妹に地球人のマイケル・バーナムを持ち、バルカン星でバルカン人として育った。その出生はたびたび迫害の原因になり、自分の居場所を求める辛い少年時代を送ったようである。バルカン科学者の最高権威である、バルカン、この事件はその後、 父サレクトの長い確執の原因となった。なお、マイケルも後に、過激な純血主義者によるテロに遭い、バルカン社会を離れて、宇宙艦隊に入隊している。他に親族として、イボアニのサイボックサレクの5妻であるペリンがいる。2230年、バルカン人の父、外交官のサレクト地球人の母、科学者のアマンダ・グレイソンとの間に生まれる。幼少時代を、 バルカン性で過ごし、バルカン人として育てられたため、感情表現を抑えることや論理を優先する考え方など、振る舞いは一見バルカン人そのものである。内面ではハーフであることへのコンプレックスがあったと見え、自らの地球人的な成功を否定する局面が随所で見られた。バルカンに婚約者がいたものの、彼女が破談を望んだ結果、彼女の代理人として指名されたカークと決闘する。 はめに陥ったことがある。その際、死亡したと思っていた、カークの無事を知り、思わず満面の笑みで、ジム。と叫んでしまうが、すぐに、我に帰る。宇宙艦隊へ入るにあたり、自分と同じ道を歩むものと決めつけていたサレクに、反目し、以後、エンタープライズでの任務中に再会、和解するまで、18年間サレクとは会話しない。同エピソードでは父を尊び、 母を敬う意外な高校息子ぶりを披露し、侵入者の狂人に倒れたカークに代わって、官の指揮をとっているとき、心臓病で倒れたサレクを救うために輸血をしてくれと、アマンダに頼まれ、輸血をするなら私は職務を放棄しなければならない。自分のせいでそんなことになったら、お父さんは喜んでくれますかと苦悩の色を見せる。子供の頃は、 セレットという猫ほどの大きさの熊を可愛がっており、5歳の時に友人から地球人との婚結と言われ、泣いたことがある。義式に当たるマイケルに対しては、突然姉ができたことを受け入れられなかったのか、初対面では、両親から仲良くせよと言われた直後に、無言でドアを閉じてしまっており、その後もアマンダが読み聞かせをしている様子を寂しげに覗く。 未来から来た赤い天使のごとき存在に遭い、認識障害ゆえにコミュニケートできている。両親の元を離れた後、2257年時点で、サレクだけでなく、マイケルとも、長らく顔を合わせていなかったという。宇宙船エンタープライズ号に配属されたのはカークより、早く、当時の艦長は、クリストファー・パイクである。宇宙大作戦の10年ほど前の、スタートレック、ディスカバリーの時代。 対位として、謎の信号源の調査活動中に精神に変調を来たし、エンタープライズを降りて、療養施設に入るが当地で3人を殺して、脱走したとされて、お尋ね者となる。バルカン星に隠れていたところを、義士のマイケル・バーナムに発見されてタロス4号星に、向かい、タロス人の治療を受ける。マイケルと共に、パイクが臨時に艦長を務めていた。 USS ディスカバリーに乗り、謎の赤い天使の警告に従って、全銀家系の生物を AI による殲滅から救おうとする。AI の求めるデータと共にマイケルとディスカバリーを未来に送り込み、艦隊にはディスカバリーが爆発したと偽の証言を行う。その後エンタープライズの第二副長兼科学主任として、パイクに使える。宇宙大作戦制作初期には、尖った耳や、 皮膚の色などの悪魔的な外見やテレビドラマにおいて異星人がレギュラーになった前例がないことなどから曲側はレギュラーから外すよう求めた。しかしプロデューサーであるジーン・ロッテンベリーは人類以外のキャラクターを置くことでエピソードをより発展させられると考えスポックのキャラクターを残すこととした。艦長がカークに交代した後も同役職でエンタープライズに残ったが 副長だったゲイリー・ミッチル少佐の殉職により、繰り上がって副長となる。カークたちに対しては、彼なりに友情を抱いているらしいが、普段は地球人の感情に基づく言動を、非論理的と否定している。特に感情的なドクター・マッコイとの意見対立、そして、カークによる調停は、ストーリーの定番であった。また、理論より、実践肌のチャーリー・技術主任との関係も微妙な、 ものがあり、ミスター・カトーラ他の幹部からも、尊敬されても敬愛されているとは言い難かった。とはいえ後に、軍機犯のリスクを犯してでも、元上司のパイクをタロス4番星に送り届ける、要計画、実行したり、カークに気の利いた誕生祝いを送るなど、極めて人間的な資料深さが行動の根底にある。カークの元では、副長として絶対的な信頼を得たのはよく知られる。 通り一方、科学不在の檻には自ら指揮を取ることもあったが、その指揮ぶりは理性的すぎ、冷徹すぎ、完璧主義すぎる上に、部下にも理性と冷徹と完璧を要求する傾向が強く、時に非常で横暴に見えることもあり、指揮官としては部下の不評もある。過去にタイムスリップしたスポックは、ある女性と出会い激しい恋に落ちる。 後に書かれたオリジナル小説のうちに作品に、この時できたとされる彼の息子ザールが登場するが、あくまで小説内のみでの設定である。映画第一作エンタープライズでの5年間の調査飛行の後、一旦は艦隊を離れ、バルカンで感情を完全に捨て去る境地に至る、コリナールの修行に入る。しかしビジャーの接近に伴う地球の危機を感知し、 艦隊への関わりを捨てきれていないことを自覚。コリナールは達成直前で失敗に終わり、エンタープライズへ駆けつけて艦隊に復帰し、再び、ークの下で、副長兼科学主任を務める。バルカン人にとって理想的な完璧な知性を備えたビジャーが求めていたものが、実は人間性だった皮肉を笑い、コリナールの修行を打ち切る。映画、第二作カークの公認として、 同号の艦長を務めている。ただしカークが同乗するときは彼を最高指揮官とする。2285年、カーンの妊娠によるジェネシス装置自爆の際、放射能で汚染されたエンジンルームの中に一人で身を投じて、機関を修理し、エンタープライズの危機を救ったが、代償に命を落とす。遺体は宇宙層にされた後、 ジェネシスの発動によって誕生した惑星に降下する。これは、ニモイが映画2作に出演するとき、スポックを死なせることが条件だったという風説があるが、トスの DVD 内の特典映像でニモイ本人が明確に否定している。映画第3作生命を創造するジェネシスの影響で、遺体の細胞が再生。子供として蘇生し、さらに惑星ジェネシスの急激な成長スピードの、 影響を受けて、急激に成長する。7年ごとのポンファーを短時間で数回も経験する。惑星を離れることで急速な成長は収まり、バルカン製のセレヤ山での儀式によって、前作の死の直前に、レナード・マッコイに託していたカトラとの再融合を果たす。カトラの救済をカークに依頼したのは、トーサレクである。映画第4作バルカンでのリハビリテーションを経て、 20世紀の地球へのタイムトラベルの間にカークラとの人間関係を完全に取り戻す。地球で再開した倒査力はかつて艦隊への入隊を反対したことを自分の間違いだったと認め完全に和解する。映画第5作2287年エンタープライズを乗っ取ったイボニーサイボックと対面する。サイボックの精神融合によるトラウマの暴露を使った洗脳術 映画第六作二二千百九十三年、連邦の匿名全権講師として秘密裏に、クリンゴン帝国との和平工作を進め、クリンゴンのゴルコン最小との秘密交渉のエスコートに、カークとエンタープライズ A を推薦。クリンゴンを強く嫌をするカークに、ニクソンだけが中国に行けたと説得を行う。日本語字幕版では、高のニクソンが中国に行った例もあると、異約されているが、言語では、 バルカンの近現に、曰く、と言っている。このミッションの時点で、カークと共に3ヶ月後に退役を控えていた。また、自らの後継者とも目していた、バルカン人主観のバレリスには、論理は賢明であることの始まりだが終わりではないと、彼らしいガンあるアドバイスをしている。その後、ゴルコン最小菩薩の演罪で、カークとマッコイが、流刑になると、エンタープライズ栄艦長として、 その救出及び真相究明に全力を尽くすが、その結界でシバレリスの裏切りを暴いて破滅させることとなり、論理と自らの限界を思い知らされる。その後は帝徳への昇進記録はなく、艦隊を辞して、父と同じく外交の道に進む。シンスタートレックでは、惑星連邦の大使として登場する。バルカン人とロミュラン人の再統一を目指して、ロミュラス星で活動し、 そしてかつての科学以上の独断選考を行う。なお、スタートレック、ディスカバリーでは、スポックの努力が数百年後に身を結び、再統一が達成されることが語られる。ベンダイ症候群で苦しんださ、レクの死に目には会えないが、臨終の場に居合わせたピカードとの精神融合を、通して、ロミュラスで亡き父のカトラに触れる。映画第11作超新星の影響で、惑星、 ロミュラスが消滅し、ロミューラン人のほとんどが消滅するという事件が現代で起きたことがスポックによって語られる。超新星の影響を阻止しようとしたスポック大使の作戦は失敗し、生き残ったロミューラン人の一派がそれを恨んで、トスの時代の直前にタイムトラベル、惑星バルカンを消滅させるという復讐が果たされてしまう。その平行宇宙のバルカン、一方、 その宇宙の若きスポックは、連邦中佐で、パイク艦長のもとで、エンタープライズ副長の地位にあり、ウフーラとは交際関係。また、小林丸テストを作成したのも彼である。向こう水なカークに当初は、批判的で、エンタープライズから氷の惑星に追放するなど過激な対応をすることもあったが、次第に互いを理解し、連携していく。 スポック大使はエンタープライズから追放された若きカークと解雇、精神融合で事件の全貌を伝え、さらにスコッキとも出会い、カークに若きスポックからエンタープライズの指揮権を取り返すためのアドバイスをすると、この時代にはないトランスワープ理論で改造した転送装置で、二人をワープ中のエンタープライズに転送した。事件解決後、若きスポックも スポック大使と開講を果たす。スポック大使は、若きスポックに、バルカンの再建は自分に任せて艦隊に残る。要要請、カークとの友情の大切さを解き、幸運をと言い残す。映画第十二作、編集本作の悪役である、ハリソン中佐のテロにより、ロンドンの地下施設が爆破され、艦隊本部も襲撃された後、クリンゴンの母性で彼を逮捕した際に明らかになった、中佐の正体、 カーンなる人物について若きスポックはスポックプライムに問い合わせる。スポックプライムはカーンの2ーンはエンタープライズが遭遇した最強、最悪の脅威であり、その打倒に犠牲を払ったと忠告する。その後カーンはアレキサンダー・マーカス提督の宇宙戦艦を乗っ取り、その攻撃でメインコアが停止したエンタープライズは地球へと墜落する。カークが 放射能が充満した機関室に突入してメインコアを修復して船を救ったものの被爆したカークは命を落としてしまう。あまりの仕打ちに劇場に駆られたスポックはバルカンの起きも冷静さもかな繰り捨て式まで放棄して単身カーンを追跡。危うく帰り討ちにされかけるが毎一発でウフーラに救われる。この事件の後カーンの結成で蘇ったカーク艦長のも エンタープライズ副長として前例のない5年間の宇宙探査に出発する。映画第13作編集5年間の宇宙探査の3年目。スポックは人口が激減したバルカン人の再興のためバルカン人と交配することを考え、ウフーラと破局してしまう。さらにその後、エンタープライズが寄港した宇宙基地オクタウンでスポックはスポックプライムの不法を受け、 強く動揺する。その後、謎の敵との交戦でエンタープライズは撃沈され、スポックは、マッコイと共に辛くも脱出するも、心臓脇に金属片が突き刺さる重傷を負う。その後、追手に追い詰められるも、カークラによって転送されて、窮地を脱し、医療装置を使った、マッコイの処置で一命を取り留める。敬愛する。 スポックプライムが行っていたニューバルカン再建の仕事を継ぐことを考えていたスポックだが、実験解決後、スポックプライム同様、心臓されたエンタープライズ A で宇宙艦隊での仕事を続けることを選ぶ。スポックというのは本名ではない。正当なバルカン名は地球人には発音できないとされるため、付けられた呼び名であるとされていたが、劇場版一作目などのバルカン語のセリフでも明確に、 スポックと発音されている。また名字は、脚本家 DC 本棚が無理に英語アルファベットに表すと、XTMPRSQZNTWLFB であるとしている。本編である映像作品内では、地球人には発音が難しい名前という情報のみ明かされているが、ノベライズ版、メトセラへの鎮魂歌では、SCHNT ガイスパッチを スポックのフルネームとしている。エナード・ニモイ、宇宙大作戦、映画第1作第6作、新スタートレック、ディープスペース9、スタートレックオンライン、映画第11作第13作、ディスカバリー、ディープスペース9を及び映画第13作、ディスカバリーには、アーカイブ出演。ニモイは、映画第3作及び、第4作では、監督を務めている。当初、マーティン・ランドに、 オファーされていたが、役柄が、ランドー自身のキャラクターに合わないとして断られ、ニモイにオファーされた。その後、ランドーは、スパイ大作戦のローランハンド役で出演したが、そこでもニモイは、出演料などの契約の食い違いで降板した、ランドーの後を継いで、グレート、パリス役で、スパイ大作戦に2年間出演した。ザカリー・クイント映画第11作第13作クイントは、 スタートレックオンラインにキトマーのイム役で出演している。イーサンペック、ディスカバリー、スタートレック日本語版の吹き替えも参照、久松康夫、宇宙大作戦、番を収む、漫画宇宙大作戦、佐川哲郎映画第一作、映画第二作、第2作第3作沖北美代映画第4作人内立ての、映画第5作人内は、映画第6作に、マっコイ役で出演している。 吉水経営系映画第6作吉水は、シンスタートレック第1から2シーズンに、ピカード役で出演している。八田浩二、シンスタートレック、ディスカバリースゴー高行宇宙大作戦、ディープスペースナイン、映画第1作第6作、映画第11作第12作起算、ン、シゲオ劇場版、第11作第13作小原正人、宇宙大作戦、星野隆則、ディスカバリー。 暴力的でないバルカン人が肉弾戦に参加するのは不自然だというレナードにモイの提案によってバルカンアタックの設定ができた。よくバルカンデスピンチと呼ばれることがあるが劇中にはそのような技は存在しない。英語ではファシネーティング。2009年版スタートレックで若き日のスポックを演じたザカリー・クイーンとは役を引き受けた時点ではバルカン式挨拶ができなかったため ヒーローズで共演中だったマシオカにコーチしてもらった。これらのセリフや仕草は、スタートレック2カーンの逆襲や、スタートレック、ボイジャーなどに登場する他のバルカン人たちにも見られる。なお、フリンジの第3シーズンで、オリビアがウィリアム・ベルに憑依された際、塊を上げるシーンがある。宇宙大作戦、宇宙軍法会により、ただし、セカンドパイロット版である、 光る目玉においては、司令部門の金色の制服を着用している。同エピソードでは、後のソーダ主任となるヒカル、光スールも初登場しているが、物理学者として着任しているため、科学部門の青制服である。スター・トレック・エンサイクロペディアによると、劇場版第1作は、西暦2271年、同、第2作は、西暦2286年の出来事とされている。 宇宙大作戦、宇宙軍法会により、ジェームズ・ブリッシュ署、斉藤白公約、宇宙大作戦上陸休暇中止、早川書房、1981年、P351、一説には、彼の本名は、XTMPRSQZNTWL、FB であるが到底我々が発音できる代物では、ないと最後の、お付けない資料もある。ありがとうございます。